パッションフルーツはアメリカ大陸の亜熱帯地域を原産とする時計草化の植物である。和名は時計のように見える特徴のある花の時計草の仲間で果実を実らせる種であることに由来する。英語では時計草をパッションフラワーと呼ぶことからパッションフルーツの名がある。なお、このパッションは情熱の意味ではなくキリストの受難を意味する。詳しくは 時計層名前を参照のこと。本場ブラジルではマーラキューザと呼ぶほか、ペルーではマリクや中南米各地でグラネディラ、ハワイではリリコアイなどと呼ばれ、土地それぞれの栽培品種が流通している。中国語名は英語名のファッションの当て字、かでク効果であるが、前日の情熱の意味と誤解されて、情熱化と語訳されることがしばしばある。 500種類以上もある、時計層科の仲間で、鶴瀬の常緑多年層。南米を中心に分布している。熟した、パッションフルーツは球状または卵型で、硬い表皮は滑らかで黄色か、小紫色、赤色など、内部に小さくて硬い種を多く含み、黄色いゼリー状の果肉と果汁がある。果汁及び果肉は、強い好機を持つものが多い。2010年現在では、 身を食用とする数十種の中から選抜され、品種改良された種が、世界の熱帯から熱帯地域の広範囲で栽培されている。ブラジルが最大の生産国で、その周囲の中南米での栽培が主流になっている。近年、ミャンマー北部のゴールデントライアングルで、ケシの代替作物として栽培が増えており、ヨーロッパ市場へ進出している。また、台湾、インドネシアなど、 東南アジア圏でも栽培されている。日本では古くは奄美諸島を中心とした南西諸島や東京都の島しょ部、鹿児島県、沖縄県を中心に栽培されている。栽培面積、生細港ともに鹿児島県が日本一だが熊本県、岐阜県、東京都、長野県、栃木県、福島県など各地で栽培が盛んになっている。これら栽培は ほとんどがハウスを利用したものだが、露地栽培も可能であり、昔から各地で栽培されていた。近年は千葉県や岐阜県でも露地栽培されている。日本国内の栽培は、おおむね紫玉、黄玉、中間口廃種の3つに分かれ、生殖用では甘みの強い紫玉の需要が多い。黄玉は、性質強腱で果汁の多いものが多く、 世界的に加工用原料としての栽培が多い。生育には一定の温度が必要で、越冬には最低でも摂氏4度以上の温度が必要である。亜熱帯植物の割に高温を嫌い、摂氏30度以上の気温が続くと、高温障害を起こし、加賀や未熟化を落下させることがある。開花10分から14日で玉伸びを終え、その後45日で完熟、自然落下する。 収穫は自然落下したものを回収する。鶴ごとに一番花は人工事故で確実に受粉を行うのが栽培の要定であり、開花を誘導する技術、多収量の元苗の,の作り方などにノウハウが形成されている。自然界では、時計創価の,の花の花粉売会社はクマバチ類が有力であるケースが多いことが知られ、パッションフルーツの花にもよく放火し、 重粉を手伝っている。コロイド状の果肉で、やや固めの小さな種子が含まれている。果色部は果実の大きさからするとさほど多くはないが、芳醇な香りと鮮烈な酸味がある。甘みに比べて酸味が勝さる酸っぱい果物であるが、追熟すると甘みが増す。世界の生産量の9割ほどが加工品として利用されており、菓子、ジュースの材料として流通している。 ケーキやペーストリーの具材、ゼリー、カクテル用のリキュールやシロップなどが作られる。煮詰めて加糖した希釈用ジュースの元は、東南アジアほか、日本では南西諸島での人気が高い。加工にあたっては、過度に加糖したり、フィリピン産の原産地表示を故意に怠るなどの問題も見られる。生食の場合は、レモンスカッシュと同じく、果汁を水で割り砂糖を加えて、 飲んだり、ヨーグルトやアイスクリームに入れたり、カクテル材料にしたりする。この他、果実をカットし果肉をスプーンですくって種ごと食べるが、この場合、種を分離するのは難しいため、通常は種を噛まずに喉越しを楽しむことになる。酸味が強く、甘みが不足気味なので、砂糖をまぶすこともある。ありがとうございます。